だんだん角度が1時間ごとに上がってくる。耐え抜いたら優勝だー。過去最大人数で24時間行うことになります。はい、うわ、これ怖いな。角度を上げていただきます。完璧よ。もうこいつ切ってよ。ストッパー作ってる。これもいける。これいけてねえよ。あっ、行かないで。許してない。いや、顔もう来るの。やばいな、やばいな。はい、じゃあ皆さんよろしいですか。やばい。人は待ってくれませんので。もう来るの。やばいな、やばいな。どうか落ちないように頑張って耐えてください。やばいやばいやばい。ああ、やばい。ちょっと待って、ヘリ頑張れ、もうちょっと頑張れ。はい、じゃあ皆さんよろしいですか。やばい。人は待ってくれませんので。もう来るの。やばいな、やばいな。はい、それではお時間となりました。やばい。今から傾斜がさらにきつくなります。落ちないように頑張って耐えてください。やばいやばいやばい。ああ、やばい。ちょっと待って、ヘンリー頑張れ、もうちょっと頑張れ。ちょっとせめて上まで連れていこう、ヘンリー。ちょっと上に上がれないの。いや、待って待って、今汗でね、滑るの何もかも何もかも滑るの今。せめてさ。それじゃあ、はい、それではオールクリエーションテミさん、傾斜の方よろしくお願いします。うわ、マジやばい。うわー、うわー、やばいやばい。やばい。やばい。やばいやばい。スタート。マジかよ。マジかよ。落ちてもいいけど、水だけは撒き散らさないでくれ。さすがにね、募集は無理だわ。でもあれじゃない？ヘンリーが落ちたのってさ、もしかしたら奥さんのせいじゃない？それ奥さんとロナさんのせいかもしれないマジであの二人のせいだわ。やめとけ。最低顔。やめとけ。やばいよ俺、次。俺やばい、この角度やばい。やばいやばい。お前よく根性だけで持ってんな。やばいやばいやばい。あ、危ない。やばい。やばいよ。すいません。いや、これ皆さんやばいですよ、マジで。どうするこれ。まだきょんちゃん楽勝そうだもん。俺はね、まだ大丈夫。あの、この気は全然強いから。俺多分ぶら下がれる。平田がぶっ壊れるまで行くのすげえな。やばい、俺こっから動けない、滑って。え、待って、これ今何度。これで今、40度でございます。40度。はい、さっきから5度しか変わってないの。そう、全然別世界なんだけど。5度変わるだけで別世界。5度すごっ。エイジが泣きそうな顔してます。エイジどう。だってあの人自力だもんね。こうなってくると両面テープ良かったの。いや、そうそうそう、あのね、くっついてはいかない。ここに来て現状況を説明します。エイジそれ使ってんだ。でもちゃんと吸盤。現状説明します。はい、ジェットクルーが、まあ、ついてるゴムと、そうだね、板とつなぎを使って入れるっぽいんですけど、体勢がきついみたいで結構きつな顔してます。うん、体勢変えられないんですよ。無理。クマくん現状がはっつけてるのかな。足の裏っていうか、まあ、靴の粘着だけでまだ硬いけど、踏ん張ってる時足がちょっときつい、痛い。あ、足が痛いんだ。僕の現状は結構余裕だと思います。マジかよ。だってこれもあるし。それすごいんだよ。全然もうこいつがあれば全然もう楽勝。すげえ。負けまくって募集されまくったらだけど、そうじゃなければ僕は多分結構いいと思います。うん、エイジ君はこれだけだぞ俺支えてんと今。時間が入れてね。時間の問題だと。お前よく根性でこんな持ってるわ。現状は怖い。以上です。以上です。現場からは以上です。うわ、超強いんだけどマジで。外れる気がしない。いや、いいなそれ。どうすかこれ。超いい。テープだけでしょ、だって残ってんの。買ったー、ロープ買って。パッて目にロープが入ったから、あ、これ買っとこうぐらいの感覚だったんだけど、よかった買って。ちょっと聞きたいんですけど、はい、こっから獲得できない場合もあるから、みんなのさ、獲得した場合の予定話そうよ。あ
ああ予定いいね。ペイジ君ちゃんとするとしたら何か気合気合気合よかった。でもね俺ねちょっとちらってペイジのね購入した商品見たんですけど、はい、何もない。くっついてられるものが一つも存在しない。なんで？だってなんかわかんないけど握力こうやってやるやつがあったよ。俺も見たわそれ。何わかんなくなる。完全にふざけにしてる。なんでこいつ握力鍛えるとしてこの子に及んで。本当にここで筋トレしたら効果あると思う。いや、うんじゃない。絶対これはどういう予定ですか。もう没収されてるものがあるからそれを取り戻してロープが欲しい。じゃあ3つ獲得しないと成り立たないよね。そうそうそう。クラブは俺欲しいもんいっぱいあるのよ。いっぱい募集されてるから。ここまでの手袋と膝のサポーター2つを両面テープで全部ビッチビチにしてマジでこうやって壁にビタッてくっついてた。だから俺必要なの5個。あれだね。でもストレスなんですよ。そう、あの今現状ストレス、まあ、ある程度のストレスは覚悟してたけど。ストレス。あちきはビスを取り返して打ち込みまくる。あーまあそうだね。だから俺はあと1個手に入ればもうデンドルは解消されてないから、こいつは打ち込みまくって一生落ちないよ。かクッションももらってここに挟む。それだわ、うん、でも今現状で余裕なのよ全然。俺も結構ね、うん、横にはなれんのよ。彼だけ筋肉番付だ。彼だけ筋肉番付だ。これも全てルアンさんが悪いね。ルアンさんが悪い。本当にあの人が悪い。君たちすごいね毎回24時間。僕今回初参戦じゃないですか。そうだよね。ティッパーチャンネルでもやったことないもんね。いやないですよそんなもん。いや俺もう時間の問題かもしれない。いやいや、そんな説明しなくても分かる。はい、それではミッションのお時間になりました。きつい。分かってきやがるってんだい。はい、続いてのミッションはこちらです。はいはい、今こちらにカゴと中にカラーボールが入っています。今からですね、皆さんにその場所からこのカゴに向けて持ち玉3つ、その3つ1つでも入れたら OK でございます。はい、成功者には水鉄砲を預けるんですけれど、負けてしまった人はその水鉄砲を受けてもらいます。受けてる。ああなるほど。はい、やばいな、一気に滑る場所が作られるってこと。なるほどね。ということでございます。はい、服とかがさ水に濡れると精神的ダメージもあると思うんですよ。いやそれあるわ。こっからはですね、仲間をいかに蹴落とし合うかのミッションが増えてくる。よろしくよろしくお願いします。じゃあまず端の D パーさんから。じゃあ線はこの白い線でいいですね。そうですね、それ以上前に出ないようにお願いします。はい、それでは玉ねぎミッション、チャンスは3球でございます。はい、1投でも入ればクリアでございます。 OK、 いきます。いってらっしゃい。いくぜ、2球目。はい、おっ、しょー、わかんない感覚が。残り1球でございます。難しいんだよね。いやこれ得意な人1人もいないで、うちのメンバー。いくよ。はい、はい、水？こっちも入れた方がいいかな。もうむずいよ。ああ、どう？ああ、落としてたわ。あ、2球しかないもん。これ2球ですか。もうなんかさ、たるんでるよね。おお。じゃあ持ち玉2球で。ああ、落ちた。いくよ。はい、クマ頑張れ。いや、応援しちゃダメだ。おお、イエーイ。やった。じゃあ、キョンちゃんのターンでございます。いきなりいきます。俺と同じ目に遭え。おー、この1万円のやつ自由度獲得するのも大事だね。エイジ投げるとき気をつけろよ。エイジの球もらう。あー、やばい、無理、一回落ちそう。エイジ頑張れ。はい、それではエイジのターンでございます。頑張れエイジ。おー、グルーはもうなんか血が止まりそうで死にそうらしいです。エイジ君はただ耐えるだけでございます。これちょっとヤバくない？マジか。ヘンリー君からエイジ、ギャルちゃんからZグルーに水をかけていただきたいと思います。ここで落ちるか落ちないかわかりませんが、やってこいよ。じゃあヘンリー君、30秒エイジに向けて水鉄砲を発射してください。発射。あー、マジ？うわ、マジ？
うわ、きっつ。うわ、なんか拷問されてるの見てる。いや、拷問だこれ。拷問だよ。うわー、エイジが。え、でも耐えてる。まだ10秒。頑張れ、エイジ。え、すごい、耐えてる。おー、素晴らしい。え、すごい、お前。エイジ君脱落でございます。エイジ落ちちゃった。じゃあ続いてサーリーさんですね。30秒いかせていただきます。オッケー、いきます。はい、レディーゴー。うわ、嫌だ、もう地獄。3、うわ、地獄。4、うわ、俺の濃度もちゃんと濡れてる。これやばい、これやばいぞ。これ戻れなくなっちゃった、これ多分。あー、体勢きついまんまなんだ、永遠に。うわー、残酷だー。あーこれも戻れない。うわー、やばいわ、これやばい。動き、もうやばいよ。ほら、こことかも。うわ、マジかよ。もうやばい、やばい。サーリーさんは耐えましたね。ということで、次の時間までお待ちください。チキショー。この状況で濡れてなきゃいけないっていうのが地獄でしょうね。地獄でしょう。こうだってなんかミッションとかゲームとかで動くミッションって終わるよ。終わるよ。だから絶対これもう絶対立ち上がれないじゃん。やばい、血が止まりそうだ。え、上戻ってこれないの。あー、やばい。やばい、ゼットグレーがやばい。血が止まってる。このおじさん行くぞ。あー、ちょっと待ってくれ。やばい、落ちることさえできないし、ここにしがみついてる。一人やめらんない。あ、もう無理だ。あ、や、持っていった。やばいよ、時間のもらい方さんだよ。え、やばいじゃん。大丈夫ですか。いや、落ちれないことが拷問になってるじゃん。待ってリアクションもされてもっと食い込む。ちょっと待って、喋らさないで。俺あんま喋っちゃダメだ。うわ、まだ体勢変えられるの楽だわ。どこにでもなるもん。無敵です。めっちゃ無敵です。これ。俺だって無敵だもん。俺は無敵だよ。無敵だもん。俺だって。厳しい戦いだわ。いやー、マジ手袋とかあればな。お待たせしましたー。まさか。それでは斜面グレードアップ。熊がほぼ奇跡だね、それ。この粘着テープめっちゃやばいね。どうですか。高い、これね、めっちゃ高いところにいる映像撮れてるよ、今。え、それさ、キョンちゃんどうなの。辛くないの。全然辛くない。だってこれ、持ったりもできるし、お尻にもできるし。そっかそっか。そう、動けるし。ああ、これ寝れるもん。おー、まだ寝れる。いや、もう横になれねば、これ。ハーディが離さないもんね。離したらやばい。その手で持ってるのに意味あるの。そう、あんのそれ。一回話してみて。あ、やばい。いや、絶対意味ないじゃない。あるよ。絶対意味ないでしょ、それ。デッドブルが珍しく辛そうだね。マジで辛そうだもん、珍しいわ。俺が余裕であれば余裕であるほど、多分デッドブルが大丈夫だから。それまさにそう。絶対余裕だもん、本当に。だよな。すげえ。しかも靴も滑んないし、濡れてないし。これ強いんだよ。ジッパーちゃん、悪いけど、俺も余裕よ。俺も余裕。怒ってる。何の攻撃し始めたか。これね、呼吸整えないと下半身がね、引き切れそうになるの。だから変に喋ったりするとどんどんね、下半身が引きちぎれそうになる。喋れてね。45がやばいな。いや、これもう本当にそうだ。まあ、便利だな、それ。これ便利だわ。何その体勢。これ何でもできるわ。よかった、マジロープにして。俺も言いたい、便利っすわって。この状態でよかった、俺両面テープにして便利っすわ。
気持ちで負けてるからしんどいんだよ、ディーパーさん。俺はこれ見せられたらそうだろう。いやでもディーパーさんの方が落ちないよ、絶対。あっ、びっくりした。ジャンプできんのすげえな。ジャンプできんのすごくない？俺もできるけど。やって、やんないだけ。ちょっとやってみて。おお、ダメだ。いや、こういうさ、みんなでふざけ始めて誰か死ぬの。しかも今、俺あのまま落ちてたら結構派手な落ち方。いや、いや、人生頭からだと思う。見せてあげよう、輝く世界、プリンセス。アホニューをアイドンバティーデューとメイチユーワンチューキソーチューハイタソイマドリミショイアホンチューメイチュー。キョンさん、キョンちゃんの歌に集中してあげて。ジャスミンになったつもりで。っていうか、はい、ここで新しい事件です。Z ブルーのつなぎがちょっと破けてます。おぉー、ちょっと、あー、 Z ブルーのつなぎが破けました。はい、じゃあそろそろ辛くなってきたところで、ここで連続ミッションタイム。しゃー、イエーイ。そろそろじゃあすまないおじさんがいますけど、端っこに。やばいよ、声が。なんかさ、今までの中の企画で一番辛いのはっていう質問が先やったじゃん。トップ入るでしょ。一旦トップ入るでしょ。もう1位。これがメインでチャンネルに出てくっていうことだよね。じゃあミッション、はい、よろしいですか。じゃあまず一発目のミッションですね。連続ミッションタイプの一発目は、はい、スタンバスケット。あ、いや、人間の世界バカバキだよ。はい、今からやるのはですね、ジャスト1本当てのギリギリ爆弾ゲーム。出た。今から3人にはこのボールをパスして回してもらいます。1分ジャストにストップといったタイミングでボールを持ってた人がアウトでございます。ジャスト1分でボールを持ってた人以外のメンバーがですねクリアということで、その2名には好きなアイテム1つずつ贈呈でございます。はい、はいはい、じゃあそれでは準備はよろしいでしょうか。はい、はい、1分数えさせていただきます。今からですよ。いいですね。 OK、 いきます。よーい、スタート。ディーパーです。ありがとうございます。ふざけんなよ。かわいい。一番欲しいんだよ。しゃじゃあ好きなアイテムお二人一つずつ選んでください。この長い毛袋ください。ここでビスもらって強化したら最高なの。もう最高じゃん。じゃあビッシュいただきます。はい、俺ただの手袋じゃねえから。え、何それ。お母さんが自転車漕ぐ時の手袋だから。スパイダーマン2099だ。ミゲル・オハラです。どうも。Z ブルー自分ではあんま見えてないんだろうけど大破れしてるよ。ね、見てこのゲームに対してこれ見て。レディゴーレディゴー。おめカルダンチュライ。ありのままだ。すげえ。ありのままだよこれ。見てない。ありのままだよ。レディゴーレディゴー。再びオールクリエーション TV さんからプレゼントでございます。よっしゃ。それでは2本目のミッション、これまたオールクリエーション TV さんでご依頼してます。お願いします。ありがとうございます。はい、それではですね、稼働バスケのルール説明をさせていただきます。1人3球ずつボールを投げてもらいます。そこで入った数で競っていただくんですが、1位の方、他のメンバーを妨害するお邪魔アイテムを2つ獲得できます。で、そのお邪魔アイテムもオールクリエーション TV さんの方にご用意していただいております。何それ。で、2位の方が1つですね、お邪魔アイテム1つゲットとなります。はい。
スタート。よいしょ。はい。やったー。うわー。じゃあルナさんがもし一球のうち一球でも入れることができたら相手の一つ確定です。お。では、今ちょっとゲームマスターいないんですけど、お邪魔アイテム獲得したのと防備アイテム獲得したんで、それをもらいましょう。はい。じゃあもう防備アイテム最初にもらいたいです。防備によ、あの両面テープで。俺ロープ。今からロープ。ロープ。どうすんの。いいんだロープで。じゃあ僕手袋いいですか。手袋。はい。手袋どうするの。ね。俺だったらそれどうしようもない。2個獲得しましたー。ね、で、僕1個、水風船で。水風船を誰がどこに使うか考えて決めよう。人の体に当ててもよし、地面を濡らして妨害するもありです。これ、ジェットクルーがどっちに投げようか考えてる時点で考えてくる。俺は2人に攻撃もできるし、そうだね、1人集中砲火もできるから若干無敵なんですよ。そう、よく考えよう、その辺。ジェットクルーが俺とクマどっちに投げるかによって変わってくるからね。クマ濡れてどうなるか見てみたいもんだね。クマ濡れたら落ちるでしょ。上等だよ。え、マジ？いや、でも俺これもう心理戦だと思ってやらしてもらえるなら、うん、ジェットクルーが、まあ、俺に当てたら2発ジェットクルーいくよね。そうだよね。でもそしたらジェットクルーはクマに当てるし選択しかなくなるじゃん、うん、でもそうすると俺とジェットクルーがクマに集中砲火になるから。でも俺よく考えたんだけど負けたし入りたかったとしていいんじゃない、集中砲火でも。ああごめんクマ。あーごめん。いいよ、来いよ、上等だよ。そもそももう冷たいのが寒い時間帯。あ、やばい。今ごめん。やばい。負けない。残ってる残ってる。残った残った。でも動いてるな。このテープ防水テープって聞いてた。確かに弾いてる。悪いなクマ。悪い。はい、それでは参りました。マジか。運命の斜面急上昇タイム。これやばいな、やばいな、やばいな。確かに俺もやばいぞこれ。マジやばい。それではすみません、よろしくお願いします。アップします。マジかよ。やばい、来たー。やばい、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 スタート。前行けっぞ俺。すごー。行けっぞ。まだ行けるわ。これがただいま50度でございます。もう立てるじゃん。しかも50度で立ちやがる。あなたでもちょっと動いてるよ。厳しい戦いになってますが、まだまだいけそうなんで頑張りましょう。頑張りましょう。オタク行くやん。第2球。いや、てかそのつなぎが耐えられる限り耐えられる。でもつなぎにどん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 傾斜が上がるにつれて負荷を増していくもんね。あ、いや大丈夫。嫌な音じゃないよ。それどうすんの。うわ、さすがにもう立てねえかな。待てた。レディーゴー。ねえ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 、ビチビチ言ってる、ビチビチ言ってる。大形態。大形態だわそれ。一緒に何、どうしたの。第二形態になるためにビチ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 って言ってたから終わったじゃん。でもさっきより楽なのよ、ここの力が入れられるから。いやいや、避けてる避けてる避けてる。おっ。終わるかもこの人。これ多分ね、俺が本気で取ろうと思って全力で引っ張っても無理だと思う。全体重任せてオラーってやっても多分無理だと思う。マジで、うん、あーこっからただの耐久が一番強いんだよ。あぶねあぶねー。わーなんかすごいな、よく上見た。みんな上見てごらん。怖っ。改めて上見るとすごい。あたはあたはうそー。くまーしゃー。くまあったー。なんで。上見てバランス崩しちゃった。バカだわ俺。クマクマクマくん脱落です。うわもったいない。マジで今の。マジかよ。マジもったいない今の落ち方。待ってこれ勝ったじゃん。いやだってもう絶対来る時間の問題だもん。ちょっと待って手のけあれも止まってる。ちょっと心配になってくる。これがうわすげえな。外から見るこの絵すげえわ。その画面見たらすごいわ。最近ってありがとう、すごい嬉しい。頑張れ、絶対来る。オッケー頑張れ。待ってくれ。やばい、やばい。あれ、もう決まるんじゃない、この勝負。
もしかしたら決まるぞこれ。絶対これせめてちょっと頑張ってそこを引っ掛ければいいよ。剣それやろうと思ったんだけど、ここがもう完全にロックされていて動けない。デリケートゾーンがね。デリケートゾーンが完全にロック。ああ、あの形のまんま行ってほしいわ。真ん中のやつ持ってやがるよ。このスピードでちょっと待って、第2形態ちょっと外します。あー、デリケートが、デリケートがやばい。デリケートがやばい。僕の現在の状況は、このビスを死ぬほど打ちつけてるせいでめちゃくちゃ引っ張っても落ちる気がしないし、このロープがさ、ちぎれるってことなさそうじゃん。俺の体重で4本も支えてるし、だからちょっとこの感じだと落ちてくるな。やばいやばい。俺がつぎしない限りやばいんじゃないかなって。痛い、マジで痛い。ここを取りたい、これを出したい。でも完全にここの信頼はでかいのね。そいつはね、やばいと思う。だから、これあり？いや、ありでしょ。それで引き上げられたら、あ、引き上げられるけど、最後に濡れた紐が上がってるから。ちょっと頑張るわ。ちょっと体勢をね、ちょっと変えたい。一回これ脱ぐか。脱いだら落ちるでしょ。違う。これが絶対的な信頼があるから、これをあの形にするわ。マジで言ってんの。やってみねえとわかんねえだろ。やってみねえとわかんねえわ。あの人弱い理由さえ極限でアホなんだよ。もう本当にどうした、股間がマジで訴えかけてくんのやめてくんない。マジでやばい。キョンちゃん股間がはやばいって。あ、同じ尺度になればいけるかもしれない。同じ尺度だったら痛くないわ。尺度って何？尺度。投げればいいんだよな。おお、すごいね。お、ネットブルの動きだ。いや、それで落ちたら最悪だけど。これ脱ぎたいんですよ。もうダメージを軽減したいんだ。そう。いや、それはアクロバティックだよ。スフィンクスだ。回らないよ。クラウチングスタートからの、そんなことさせたら死ぬよ。この角度すげえなー、生きてんの。しっしゃー、脱ぐ。そう、脱いでね、ここをね、ブランコみたいにできるわけだよ。おお、それはすごい。すごい。いや、まさかジェットブルーとこんな長い対決になると思わなかったよ。今までジェットブルーとそんなに対決したことないからね。おお、これまあ、ちょっと痛いけど、ジェットブルーに比べたら痛くないから、痛いって言ったら失礼な気がする。抜けるだぞ。平面の世界、お帰りなさい。はい、という感じで、この動画が面白いと思った方は
ったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。はい、ちょっと今までと規模の違った動画もっともっとどんどん上げていきたいと思います。皆さん期待して待っててください。そしてね、今回ご協力いただいたオールクリエーションTVさん、僕らもね、めちゃくちゃ出演して僕とも出てて、お友達みたいなチャンネルになってて、僕らめちゃくちゃ出てるんで、概要欄に URL 貼っておくんで、皆さん飛んでチャンネル登録して動画見てください。よろしくお願いします。お願いします。という感じで、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。すー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 言わして、ご視聴ありがとうございます。